はじめまして、おはようございます。ウェイです。ロードします。給食室の探索をしてきます。給食室のなんだっけ、鍵かなんか手に入れたんだっけ。違うな、ハンドル、思いっきり今ハンドル手に持ってたな。だからあれを回そうとしてたんだね。どれを回そうとしてたんだ。どこだっけ、これか。違う、どれだっけ。こっから取ったんだよね、これか。影になっててわからないんだよ。このハンドルぴったり合うといいんだけど。お、いけそうじゃないか。ハンドルを回してみようぜ。タンクのハンドルは回したよ。そっちの蛇口をひねってみて。やったね、ちゃんと水が出るようになったよ。でも何年も前の水なんだよな。飲めるわけないか。流し台の水は出るようになってるよ。でどうするんだっけ、これ、これか。この粒状の洗剤、水に溶かせば使えそうだよね。そうだな、そのまま使っても汚れは落とせないだろうし。あ、ちょうど良さそうなポリタンクがあるよ。これに入れていこう。水に溶かした洗剤、うん、バッチリ。しつこい油汚れも落とせそうね。で、これを、これ、洗剤を水で溶かしてあるよ。しつこい油汚れも落ちそうね。これでどこの汚れを落とすんだっけ。これだっけ、これか。この洗剤を使えば油汚れも落とせそうだね。洗剤をかけるのはいいけどよ、拭くもの持ってるのか。もちろんハンカチが。あ、うん。まさかこんな時に汚れるのが嫌とか言わねえよな。もちろんそうだけど。はい、わかるちゃん、流し台に雑巾あったよ。よかった、汚さないで済むに越したことはないよね。うん、これでいいかな。うん、綺麗になったよ。冷蔵庫のスイッチのことが書かれてるみたいだね。おいおい、6を入力してくださいって。肝心の6が消えてるぞ。あー、なるほどね。ここから導き出せってことね。1から3までで6を予想することはできないかな。6が分かれば冷蔵庫のスイッチの入力順が分かるのかな。6ね。ね、1がこうでしょ、2がこう、3がこう。メモ。どう？こう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 。こう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 、こう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 。後半の動きはだいたい同じか。1個2個。もしかして、もしかしてだけど、最初こうでしょ、
いや、わからんけどね。わからんけど、ちょっと、試すだけ試してみようか。ん？いや、待てよ。これさ、ああ、いや、やっぱりこの考え方で合ってるのか？ほんとね、あの、2と3のところに、この棒の途中に、なんか赤い丸があるじゃないですか。それ何かなって思ったんですけど、その、前の番号のところから動いた箇所なのではないかなと思いました。で、私が最初多分このやり方で合ってるのかなって思ったのと合致してるので多分合ってるはず。要はまず1番ね、まず1番最初にあったここのものがこっちに移動して今ここになってるわけじゃないですか。で次2番、2番目にここにあったものが下に移動して3番ここになってるわけじゃないですか。っていう考え方でいくと、次ここが上に移動してこう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 みたいな動きになる。でその次がここ。これが上に移動してこう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 みたいな動きになり、最後にこれが下に移動してこう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 になるのではないかと思いました。そんな感じ。大丈夫？伝わってる？だとこういう状態だから、1,2,3,4,5,6 でいいのかな？あれ？合ってる？まあいいや。1,2,3 で横に移動して5,6か。よし、行ってみよう。分かんなくなった分かんなくなった1,2,3,4,5,6 暗記力に自信のない私。こう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 だっけ。こうでこうか。うん、ダメか。適当に押しても開きそうにないね。なんか間違ってる？なんか間違ってる？消し。改めて。このメモ帳っていうかペン、太さ2種類しか使ってないなって思いました。はい、あれ考え方合ってたと思ったんだけどな。なんか間違ったかな。こうで、これが上に移動して、で、これ。で、そしたら。で、これか。で、こう来たから、次これか。あ、少々お待ちください。
すみません、お待たせいたしました。再開していきます。でだ。なんだっけ。これか。なんだっけ。こう来て、こう来て、次に、これ、こう来て、これ上に行って、これ。で、こう。ん？あ、待てよ。そっか、最後に動くのこれだから、これこのままこうか。あー、はいはいはい、最後。そっかそっか、6個目動いてないんだ。はーいはいはい。はい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 。今度こそは大丈夫なはず。こう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 でこう、よし。そうだよ、5個目までしか動いてないんだよ。お、やったな。今のでよかったみたいだぞ。早速扉を開けて中を確かめてみようよ。中はひんやりしてるね。冷却が続いてたみたい。これ氷の塊だな。金網に張り付いて取れそうにないぜ。あ、氷の塊の中に何か入ってるよ。鍵だな。こんな分厚い氷じゃ放っておいても溶けそうにねえぞ。何これ、どういう状況。そんな固まり方する。何をどうやったらこんな固まり方するの。これ重量計だね。どうして冷蔵庫に置かれていたのかはわからないけど。それって電源は入るのかな。うん、電池が入っていないみたいだ。このままでは使えないね。なんでそんな固まり方してるの、あの子。重量計なんかに使うって言ってたよね。重量計だね。電池が入ってないから使えないよ。電池、またどっかしらに何かしらがあるのか。温めるもの。まさか電子レンジで氷を溶かすなんてことはないよね。これ測り必要じゃなかったっけ。あ、ん、タイマーで時間を測るのか。そうじゃないけど、電池が入ってたりしないかなって思ってね。前無反応じゃなかったっけこれ。電源が入るってことは、これって電池は入ってるよね。タイマーは使っても意味ないけど、電池は使えるかも。ボタン電池、それ調べたっけ。調べた気がする。ボタン電池だ。他の機械にも使えるんじゃないか。こういう機械ってボタン電池なんだ。組み合わせる。重量計にボタン電池が入りそうね。はは。重量計だね。電池を入れたから重さを測れそうだ。何の重さ測るんだっけ、完全に忘れてる。なんだっけ。
てか、あの氷取れないのかね。ん？棚開かないんだっけ。これ引っぺがせい。鍵だな。こんな分厚い氷じゃ放っておいても溶けそうにねえぞ。あとなんだっけ。なんかの重さ測るような話。あ、これか。二つの中、ちょっと待って。これを持って、重量計を使えば皿の重さが測れるよね。レンジの上じゃなくて並べやすいところに皿を置けばいいんじゃないか。それもそうね。どこか良さそうなところはあるかな。レンジのそばにある台の上ならちょうど良さそうだよ。皿もぴったり並べられたし、これなら測りやすそうね。よく見てみたら、それぞれの皿に文字が書かれてるんだな。この文字の中から仲間外れを探せってことなのかな。302.5。 仲間外れの2つの皿だったよね。一度下ろして他のを測ってみる。そのままにする。これでいいかわからないけど、とりあえずこのままにしておきましょう。え、そのままにした場合どうなるの。この上に乗せるの。皿を2枚置いてみたけど、これでいいのかな。確かレンジの上の紙には2つの皿の重さの合計って書いてあったよね。ちょうど4つの数字が表示されてんな。これを入力しろってことか。これで合ってるかわからないけど、試してみてもいいかもね。3枚は乗らない。なるほど。そうね、他のお皿の重さも測ってみようかな。それじゃ、重量計に乗せた皿を下ろしておくね。じゃあ、他のお皿の重さも測ってみましょう。メモした方がいいよね。まず風が 302.5。 消えろ。どうしよう、どの太さ、これでいいか。いや、こっちの方がいいな。風が 302.5で、おろしいの。いちいちこれやらないといけないのめんどくさ。雨が 192.1。 192.1。 これさ、ここにも点がついてるのすごい気になるんだよね。これこれこれ、この181.0。これ気になる。なんか意味あるのかな。特に意味ないのかな。しよう。265.1。しよう。しようってどういう字だっけ。こんな感じか。塩の漢字気にしてたら重さを忘れた。265.1。次闇。310.2。でだ。
海 140.6。 なんだろうな。なんだろうな。レンジを作動させるには二つの仲間外れの皿の重さの合計。仲間外れ。何をもって仲間外れとするか。風雨、炎、海、闇と塩。他が自然のものなのに対して闇と塩って違和感ある。いや、自然のものか。そんな単純に決めちゃっていいのかな。海、この音マイク拾ってるのかな。ちょっとペンで遊んでるだけなんですけど。さて、仲間はずれね、仲間はずれ、何をもって仲間外れとするか。仮に当てずっぽうで言ったとしたら確率どれくらいなんだ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15分の1くらいかな。かな？かなかな？いや、14分の1かな。当てずっぽうでいくという手もあるよ。それか、もうヒントもらっちゃうか。あれ、ヒントどれだっけ。ヒントこっちか。これ4つもある。レンジを作動させるには2つの仲間外れの皿の重さの合計だったね。皿に書かれている文字の中でどれが仲間外れかってことだよね。逆に言えば残りの4枚は共通点があるってことか。共通点、色じゃねえよな。海流、風流、ダメだ、4枚にならねえ。あ、もしかしたらそれじゃない。同じ文字がつく言葉とか。同じ文字がつく言葉。そうか、わかったよ。水じゃないかな。なるほど。風水、雨水、海水、塩水、闇と炎か。風水、塩水、雨水、
海水は作れるけど塩水や闇水は聞いたことないもんね。ってことは炎と闇が仲間外れか。そうだね。その2つの重さの合計をレンジに入力してみよう。わかるか？水なんてヒントあったか？491.2 ね。メモしよう。491.2。はい。を入力すればいいんだね。4。温めるものがないとダメってか。あ、アイテム何もない答えだけ分かってもダメじゃないか。何温める、これ。え、つまり他にまだ見るところがあるってこと。例えばこれ開けられないの。え、あとどこ見るとこある。ヒントで何があった。氷に包まれた鍵のヒントも見ておくか。氷の塊の中に鍵があるけどどうにかして取れないかな。砕くのは無理そうだし溶かすしかないんじゃねえか。水を温めてお湯にできれば溶かせそうなんだけど。え、そういうやり方なの。あ、冷蔵庫の氷の塊だけどさ、水をかけて溶かせたりしないかな。あの大きな塊をか。さすがに熱湯じゃないと無理じゃねえか。熱湯か。調理室のどこかに水を温める方法があるかもしれないね。ちょうど丈夫そうなコップが置いてあるよ。これに入れていこう。水。あとはこれをどうやって温めるかだよね。調べる。丈夫なカップに水を入れてあるよ。これを温める方法ってないかな。持つ。いや、答えメモしておいて正解だったね。いや、スイッチじゃなくて手に持ってるそれをだな。レンジを使えばコップの水を温めてお湯にできないかな。あ、ちょっと待って。真水を温めるなら何か混ぜておかないと危ないよ。そうなのか。牛乳とかレンジかけて温めるだろ。うん、牛乳は水分と不純物が混ざっているからね。真水だけだと温めた後に突沸するといって爆発する危険があるんだ。突沸で合ってる読み方これ。あ、なんかそんな事故があったって聞いたことがあるかも。仕組みはよくわかんねえけど、じゃあどうすればいいんだよ。そうだね、そばに置いてある食塩でも混ぜれば大丈夫じゃないかな。は？なんだよ、そんな簡単なことでいいのかよ。これだけ入れておけば大丈夫だね。あとはレンジがうまく動いてくれればかな。491.2 ね。はい。このレンジ動くのかな。レンジって温める時間を入力するもんだよな。大丈夫かよ。あ、レンジが動いたよ。今のでよかったみたい。どんなレンジだ。ていうか君らにとっても普通のレンジではないんだね、これは。そういうことだね。あつつ、カップも温まってる。取っ手を持てば大丈夫かな。おい、湯気が出てしっかり温まってんな。これならいけそうだぜ。それで
カップの中はお湯になってるよ。冷めちゃう前に使わないとね。じゃあ行ってきますか。これか。ほい。そのお湯をかければ氷を溶かせそうだね。やった。あれだけ分厚い氷が簡単に溶けちゃったよ。お湯をかけたばかりだから気をつけないとね。うん、冷めるまではハンカチで持てば大丈夫だよ。鍵、その鍵どこのかはわからねえけど使えそうなところがあったよな。どこだっけ、あと残ってるの。鍵が使えそうな場所って言えばあそこぐらいしかないよな。もう出口行っちゃっていいってこと？これだっけ？違う。そっち入り口。これか。この鍵が合うといいんだけど。やった！開いたよ。はーい。え？じゃあ次回、ウアーから始めていきましょう。セーブします。ん？ルイが残したものってタイトルだった今。はい、まあ気になるけど次回に回します。ということでね、今回はこれにて終了とさせていただきます。ここまでご視聴ありがとうございました。じゃあまたね。